皆様にお知らせがございます。この度私バケットバンケットビス2021年5月9日よりバンドビッグママに正式メンバーとして加入させていただきました。これをきっかけにですね、知っていただく方も多くいらっしゃるのではないかなと思いますので、まずお前誰やねんと、なんやその姿はと思われる方たくさんいらっしゃるかと思いますので、今日はこちらの通り加入の経緯、そしてお前は一体何者やねんとよく聞かれることを一問一答形式でパー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 と答えていきたいと思います。そして最後に改めて僕の方から意気込みを述べさせていただきたいと思います。加入への経緯、いきさつなんですが、もともとはですね、私個人のドラマーとして2019年7月7日より YouTube に個人的にドラム動画を発信しておりました。そしてですね、2020年に入ってからビッグママのメンバーの皆様とセッションに入らせていただいて、そして同年の7月に初めてステージに出演させていただいたんですが、初ステージに至ったより詳しいお話を当時のこちらの動画で話してるんで、よかったらこちらも見てみてください。その初ステージを皮切りにですね、いろんなライブステージ、そしてフェスやレコーディングなどいろんな現場を私経験させていただきました。そしてちょうど1年間ほど経ちました2021年の5月9日に改めて正式メンバーとして加入させていただいたというのが大体の流れでございます。はい、ではここからよく聞かれる質問を一問一答形式でパパパンと答えていきます。いってみよう。私なおバケットバンケットビスと申します。あれですね、ブリーチのバンビエッタバスターバインみたいなノリですね。バケツに愛着が湧きすぎてタン付けで自分も名乗っていたら、その愛称が定着してビスタンと呼んでいただくことが多いです。え、だってかっこよくないですか。脱がない予定ですね。これが僕なんで、もちろんライブも2時間だろうが何時間だろうがこれでやってますよ。一般成人男性です。むしろより精力的に頑張りたいですね。チャンネル登録よろしくお願いします。宿主に帰省したのが2019年7月7日なので、まあそれが誕生日に当たりますね。 YouTube を始めた日でもあります。鬼のエゴサ、羽田俊樹さん、チャド・スミス、ベニー・グレブ。僕の売りは熱いハートだと思ってます。加入に際しての思いに関しましては、バンドのオフィシャルの方にコメントを寄せさせていただきました。最後にそのコメントと同じものをこの動画でもお届けしたいと思います。それではどうぞ。